皆様こんにちは、あずみです。最近よくツイッターでつぶやいているんですが、スチームパンクという世界観にハマっています。スチームパンクとはガソリンや電気、火薬の代わりに蒸気機関が現代のメインエネルギーだったらっていう SF のジャンルの一つです。蒸気機関の設備でパイプだったり蒸気を止めるボンベ、バルブ、メーターを再現したいと私の欲求を駆り立てる世界観です。有名なアニメで言ったら天空の城ラピュタとか鋼の錬金術師なんかがスチームパンクで描かれています。その世界観をまずは簡単にピアスで表現したいと思って今回作りました。両耳ワンセットで500円以下で制作可能です。日常で使うには若干派手かもしれませんが、どうぞご覧ください。まずはレジンパーツを組み合わせて UV レジンでドームを作ろうと思います。レジンパーツはセリアさんのと前ネットで購入した歯車を使います。シリコンの方はダイソーさんのものを使っていこうと思います。今回はアシンメトリーで作ろうと思います。一番初めはレジンのみで硬化して、この時の注意点は気泡が入らないように爪楊枝などで割っておくと綺麗に仕上がると思います。パーツは一つずつ入れてレジンを入れていきます。ドームができたら、そのドームの土台になるところを作っていきます。一番大きな歯車の内側に UV レジンを流し込み、穴を埋めて平らにします。硬化したら後ろ側からパーツを接着します。私はボンディックで行っていますが、瞬間接着剤でもいいと思います。大きな歯車の中心には後でピアスのパーツをつけるので、中心は避けてつけるといいと思います。丸カンで歯車を2つつけてチャームを作りました。これをドームの後ろ側から瞬間接着剤で留めます。もう少しスチームパンクの世界観を出したいと思います。まずはコイルを作ります。1ミリのアルミ線を4センチくらいの長さに切って、それに導線を巻きつけていきます。ピアスにつけるときは表側から少し出ていればいいので、2、3センチのところで切ってボンドで留めていきます。次にパイプです。まずはエルボーを作っていきます。タミヤさんのブラ材3ミリ丸棒を使います。丸棒をドライヤーなどで温めて L 字型にします。ピアスの大きさに合わせてエルボーの形になるように切り出していきます。次にエルボーにつなげるパイプを作ります。使うものは爪楊枝です。10ミリを1本、5ミリを2本切り出しました。エルボーは小さいパーツなので、接着を強化するためにルーターで穴を開けました。エルボーに入りやすいように先は少しカッターで細くしてあります。エルボーとパイプができたらボンドで接着していきます。今回使ったボンドは100均でも売っていた2液製の樹脂ボンドです。乾けばがっちりついてくれますが、
小さいパーツだったので接着しにくかったです。乾くのに時間がかかるのでボンディックで補強しましたが、なければ UV レジンでもいいと思います。接着したら色をつけていきます。使った色は金と黒で一緒ですが、塗り方を変えてみました。パイプは黒を塗って乾いたその上から薄く金を塗りました。エルボーは1対1で金と黒を混ぜて塗ってみました。これだけでも色の違いが出ていい重量感が出ます。コイル、パイプ、ピアスのパーツを瞬間接着剤でつけていきます。コイルやパイプはドームに近づけて接着するとバランスが良くなります。耳につけるものなのでパーツをつけたら UV レジンを筆などで塗って硬化すると傷つく心配はなくなると思います。いかがでしたでしょうか。小さなパーツのコイルやパイプは細かい作業で少し苦戦しましたが、歯車だけっていうよりも世界観が表現できていていいんじゃないかなと思っています。ただ長時間つけるにはちょっと重たいかなっていう気はしてます。ドームの歯車は立体的に見せたくて一つ一つこう硬化してたんですけれども、歯車は基本的にくっついて動くものなので、出来上がってからここはちょっと違うかなって思いました。コイルは初めつける予定ではなかったんですけど、思いつきで作ってみたら結構いい雰囲気を出してるんじゃないかなと思います。ガンプラを始めていたおかげで塗装の方法やカスタムの技術など、このピアスを作ってる上でいろいろなことが役に立ちました。まだまだスチームパンクの世界観をしっかり知れていないと思うので、今後もっと勉強していきたいと思っています。この動画を見ていいなって思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。